はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッソでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、超手頃で免疫力アップになる飲み物があります。それはね、緑茶でございます。緑茶に含まれるカテキンがですね、ウイルスの細胞への吸着や細胞内での増殖を阻害してくれて、まだね、その緑茶に含まれるテアニンっていう成分がですね、免疫力を高める効果があるとね、報告されています。そのまあ数多くのね、成分が含まれるお茶というのはですね、ビタミンも豊富でしてね、お茶を飲むことでさまざまな種類のビタミンを摂取できます。まあ、今回はね、そのお茶に含まれるビタミンの種類や期待できる作用についてね、少しね、ご紹介します。お茶に含まれるビタミンの種類、五大栄養素の一つであるビタミンっていうのはですね、体内で作れないためにですね、食べ物や飲み物から摂取しなければなりません。そんなビタミンにはですね、水に溶けやすい水溶性ビタミンと、水に溶けにくい、脂溶性ビタミンがあります。でその数はね、合わせて、ね、まあ、13種類ぐらいあります。まあ、このうちにですね、その、まあ、お茶に含まれている主な成分は次の5種類なんですけどもね、水溶性ビタミンが、ビタミン C、ビタミン B2 と葉酸で、脂溶性ビタミンが β カロテン、これがプロビタミン A っていうんですけども、そしてビタミン A です。でこの5種類ですね。日本茶にね、最も多く含まれるビタミンがですね、お肌の健康に不可欠なね、ビタミン C でございます。でビタミン C っていうのはね、細胞と細胞をつなぐコラーゲンを作るのにね、欠かせない成分なんです。人間の皮膚はね、水以外の約7割がね、コラーゲンでできてまして、お肌のね、健康を保つにはね、ビタミン C がね、不可欠なんですよ。ただしね、ビタミン C っていうのはね、熱に弱いという特徴があります。まあ、野菜にもね、多く含まれてますけどもね、熱を加えると分解されてしまうためにですね、十分に摂取するにはね、ちょっとね、難しいんですよ。ところがですね、その日本茶とかお茶の場合はね、そのビタミン C はカテキンっていうやつによって守られているためにですね、比較的壊れにくく安定しています。またそのビタミン C はね、水溶性ですので、抽出液にね、まあ、そのお茶入れた後のね、お茶にですよ、しっかり溶け込んでくれるんで、日本茶を飲むことでね、効率的にビタミン C を摂取することができると言われています。そんなビタミン C っていうのはね、茶葉ね、お茶っ葉がね、その日光を浴びることでね、作られる成分で、衣服栽培でね、生産される玉露とかね、抹茶とかよりもね、煎茶に多く含まれております。そしてね、同じく水溶性のビタミン B2 はですね、皮膚粘膜ね、で髪の毛と爪ですよ、などにね、ある細胞をね、再生するね、成分なんです。だから健康な皮膚や髪の毛をキープするためには欠かせません。ビタミン B2 は欠かせません。そんなビタミン B2 を摂取することでね、口内炎とかね、ニキビとかね、その改善にもね、効果があると言われています。でそれに加えてですね、成長促進にもね、重要なビタミンなのでね、まあ通称ね、発育のビタミンとも呼ばれています。そしてこれはね、結構大事ですよ。妊婦さんにもね、必須ビタミンのね、葉酸でございます。葉酸もね、お茶に含まれるビタミンの一つなんですよ。でね、水溶性のビタミン B群 に含まれる成分でね、まあ、大きく分けて2つの役割があると言われています。で1つ目がですね、血液中の赤血球の、ね、生産を、ね、助けてくれる役割をしています。赤血球に含まれるヘモグロビンっていうのはですね、全身に酸素を届けて不要になった二酸化炭素を回収する非常に重要な物質です。赤血球をね、生み出す葉酸っていうのはですね、造血のビタミンとも呼ばれてます。でもう一つがですね、細胞の生産や再生っていうのを促してくれる役割があります。まあ、特にね、細胞分裂が盛んなそのお腹の赤ちゃんはね、葉酸を大量に必要とするためにですね、妊娠初期の、ね、女性はね、積極的にね、摂取するべきとね、言われています。でそして次はですね、夜のね、視力をね、司るね、ベータカロテンでございます。ベータカロテンはですね、体の中でね、必要に応じてビタミン A と変換される、プロビタミン A とね、呼ばれる物質の一つなんですよ。ベータカロテンそのものっていうのはですね、まあ抗酸化作用はね、免疫力のね、強化にね、
すごい効果が期待されています。でビタミン A に変換されるとですね、皮膚や、ね、粘膜を、ね、健康に、ね、保つ作用のほかにですね、夜間の、ね、視力を、ね、サポートする作用もあると言われています。でもう一つの抗酸化作用で、ねまあ、老化を防止するビタミン E があります。でビタミン E は、ね、非常に強い抗酸化作用を持っている成分でですね、細胞の酸化を、ね、防ぐ作用があるとも言われてまして、あの老化防止にも、ね、効果が期待できます。でビタミン C と合わせて摂取することで、ね、抗酸化作用の、ね、効果を、ね、さらに高めることができるとも言われてます。でこのような、ね、数々のビタミンを効果的に摂取するために、まあ、こだわるとなるとですね、あのご自身でお茶を入れる場合はですね、お茶の入れ方に注意をしなければなりません。まあ、僕は、ね、そこまで、まあ、神経質じゃないんで、こだわりもそこまで強くないんで、まあ、自分で入れても、まあ、コンビニのお茶でもね、まあ、飲まないよりはマシかなって思ってるんですよ。そのお茶に含まれるビタミンのうちにね、ビタミン C と葉酸っていうのは熱に弱いのが特徴です。なので低温で入れればしっかりと抽出できます。まあでもね、その簡単にビタミンをうまく抽出する入れ方としては、水出しやね、あの氷出しっていうのがおすすめです。売ってますよね、あの水出し用氷出しもできますよとかっていうの、お茶っぱとかね。でもうコンビニでもね、氷で入れたお茶とかもありますよね。でもしかしですね、その自分で入れる場合にはですね、その脂溶性のベータカロテンとビタミン E っていうのは水に溶けにくいために、お茶に抽出するにはですね、素人ってちょっと至難の技だと思います。まあほんまに飲まんよりはマシですし、まあ飲んだらそれなりにはね、その脂溶性ビタミンもちょっとは出るんちゃうかなと僕の中では思ってるんです。まあそんなね、脂溶性ビタミンをね摂取したい時はですね、抽出液を飲むだけではなくてですね、そのお茶っ葉をね食べる必要があります。あの出し殻あるでしょ、出殻ね、そのお茶っ葉を出した、お茶を出した後の葉っぱですよ。でそのお茶っ葉を細かく、あのバジルみたいにね、刻んでってして、あの緑茶パスタとかにもするのもいいですしね、あとじゃことかね、あの鰹節と一緒にね、佃煮にする方法で食べるのもね、良しとされています。あと天ぷらもいいですよね。あのかき揚げにしてね、抹茶味をふぱってかけてね食べるとね、まあ、一瞬ね高級な料理に変わりますしね。僕は抹茶汁をね、つけたらもう口の中がふわってなるからね、食べれないんですけども。まあ、これらのね、レシピのね、共通のポイントはね、油なんですよ。あの、不溶性部分に多く含まれる脂溶性ビタミンっていうのをね、効率的に摂るならば、油を使った調理方法が理想的なんです。でもね、そのお茶っ葉を食べることにね、ちょっと抵抗がありそうな人だったらね、まあ、売られてるお茶っ葉の中にはですね、水で溶くだけで、あの、お茶っ葉の成分がね、もう余すことなく摂取できるものもあるようなのでね、ぜひ探してみてください。僕はちょっと用探さんかったんですけどね。そんな感じでね、お茶にはね、ビタミン C をはじめとしたね、様々なビタミンが含まれています。まあ、どのビタミンもね、健康的にね、生活を送るためにはね、必要不可欠な成分なんです。なのでまあ普段からね、そのコンビニやスーパーで何気なくこうパッて買うお茶を飲む習慣がある人たちならば、もう知らず知らずに健康的なね、行動をね取れてますので、ぜひ続けてください。でそしてまあお茶よりもね、ジュースに手が伸びてしまうとかね、コーヒーに手が伸びてしまうとかっていう人は、まあ、たまにはね、お茶も飲んであげてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。